なんか嫌な予感。ボーボン。餌が、餌が。上のパイプが少し傷んでて餌がこぼれちゃったみたいです。直します。もうパイプがちぎれてます。これだといつあのコマが引っかかるかわからないので直します。本当ならばパイプを変えなきゃいけないんですけど、今日もう夕方になったのでこのパイプジョイントを使って直します。これをあのさっきの割れてるところに突っ込んで、とりあえずの応急処置をします。これじゃあねー、ここにこれをつないで入れてつなぐんだ。でこのネジで止めます。こんな感じでかぶせて、あとはネジで締めます。はい、こんな感じで完成です。まあ応急処置なんで何とも言えませんが、ちょうどこの向こうにコーナーホイールがあるので、コーナーホイール側が腐ってきたらまあ諦めてこっち側のパイプを数メーター一緒に交換するしかないと思います。以上、パイプ修理は任せとけの会でした。終了。はい、餌の富士山も8割方取ったんですが、ここから先の処理、ゴミと混じってるんで普通なら退社に持っていくんですが、はい、この後の判断は社長にお任せします。